皆さん、こんにちは。コモディティインテリジェンスの近藤でございます。今日はプラチナについてのお話があんまりいろいろ探したんですけど、大した話がなかったんで、ちょっとお休みにさせていただきまして、金と原油、あるいは、まあ、石炭とか、そっちのお話をいたします。はい。とりあえず金。第二四半期の金と、まあ、ちょっとこの言葉はあれですけど、人の不幸は甘い蜜。恒大グループが、まあ、そろそろ終わりだっていうことですよね。それがどうなるか、大変な問題だと思います。それについてお話申し上げます。はい。まず、ワールドゴールド監修のレポートから。まあ、相変わらずの お話でございますが、9月の金価格につきましては、下のグラフちょろちょろっと、これは時間ごとの、1時間ごとの、時間足ですね。がありまして、大体において下落してますよと、9月は下落しましたよと、4% 下落して、前年から比べますと 8% が下落してますと、1743ドルだったですということでございます。まあ、今は1800ドルまでいってますかね。ということでございまして、他のものも、株価も、やっぱり、下落してますということでございます。9月はですね。それから信用取引の、いわゆる、株の信用取引の資金も少し、負債額が過去最高になったってことは、多いってことですかね。歴史的にボラティリティ、10月はボラティリティ、今月ですね。今月はボラティリティが高いらしくて、歴史的には。その前に、9月は少し低くなったと言ってもおかしくはないと言ってます。まあ、エネルギーと工業用金属、まあ、最近は後で申し上げますけれども、いろんな資材、消費資材が値上がりしてます。あるいは運賃なんかも値上がりしてまして、そういったことがインフレの気配を感じさせる、今日この頃でスタグフレーションになるかもしれないと。いう話になってますけれども、それに対して、金は横ばいですと。もともとこの間も日経新聞の記者から聞かれたんですけど、もともと金ってのはそんなに激しく動くものではないんですね。去年は例外でして、去年は2000ドルを超えていったのは、まあ、新型コロナウイルスで非常に3月4月から株価が急落したってことがありまして、こうしたまさかの時については金は強いんですが、通常のレベルで今は特に金融緩和が縮小されようでするよう、されてようとしてますし、金利が上昇しようとしてますから、金にとってはアゲンスな時期でございます。こういう時はなかなか金価格は上がりませんが、まあ短期的な投資というよりは中長期的な投資を目指すのが金の投資だと思います。最後に申し述べます、中国の問題は、ちょっと危なっかしい問題になっております。よいしょ。雇用統計、消費者物価指数から恒大グループの話が出たんで、金価格は少し上がりましたということですね。まあ、上がったり下がったりしてますということでございます。そんなに上下動はあったわけで、トレンドが出てるわけではございません。全般的に無関心な月だったということですね。米国債につきましても金利が、最後に近く25ベースポイント上がったってことですね。ということで、まあ債券としては安くなったってことですね。ですから、まあ、あまり大きな動きは9月は見られませんでしたってのが、このレポートでございます。変動要因はここに右側に書いてありますけど、モメンタムっていうのは動きですね。トレンドが出てる場合はトレンド。大概は出てません。金はなかなかトレンドが出ない商品でございます。金利や為替は逆数になります。金利が上がりますと金は安くなります。為替はドルにつきましてドル高になりますと金は安くなります。まあ、ドル建ての金は安くなります。各国通貨建ての金の価格はちょっと今日この表には出してませんけれども、様々な通貨が安くなっているとその国の
日本円でも、日本円が円安になってますと、円建ての金価格は上がります。ということは各国ごとにございますが、ドル建ての金価格といえば、ドルが高くなりつつありますから、去年はずっと高くなってますから、ドル高は金安だということですね。今年はドル高ですね。去年はドル安でもありましたけど。リスクと不透明性っていうのは現在、新型コロナがどうなるかっていうのは不透明性ではありますが、ほぼなんとなく100人程度であれば日本については収束しつつあると言ってもいいかもしれません。ってことは経済は急速に拡大してくる可能性がございます。まあ、例外は後から申し上げます。中国ですね。そして金のリターンはこの線ですね。金色の線が中国が金のリターンになっております。ということで、これはいろいろ金の価格が上がるための上がることに対する説明の内容がここに書いてありまして、それぞれに割合が書いてあります。上がったときは何が多かったかということが書いてありますね。今後の見通しとしましては、まあ、はっきりしたことは言えないということでございます。これから、FRB は、テーパリングをしまして、ほぼ確実にするということを言っております。それと、インフレが強くなってきましたら、金利を上げる。来年には上げていくということになっています。ってなことで、金にとっては非常にマイナスの要因があります。それは、地域によって変わってまして、例えば日銀とか欧州の中央銀行は、未だにテーパリングの話は出ておりません。金利利上げって話はとってもじゃないけど、今のところはありません。ゼロ金利近くで、推移しております。まあ、残るは銀行救済措置が出るかってところでしょうね。あまり低金利ばっかり続けてますと銀行の経営が成り立ちませんから、その辺はまだ今のところは日銀は特に大きな動きはしておりません。インフレが進行してきますと金利を上げていく可能性はあります。インフレは今現在、原材料価格が上がってまして、原材料エネルギー価格が上がってまして、運賃なんかも上がってますから、こういったものがインフレになり、消費者物価に最後の方ではなってくるんじゃないかということが考えられます。意外とインフレはあり得る話ですね、というムードになっております。よいしょ。金融政策の変化と景気の動向次第で金価格はまだまだわからないってところですね。金利が急速に上がるかどうかもちょっと今のところわかりませんので、現時点ではまだそういう可能性があるというところでしょうか。中国の金は少し回復でございます。輸入が77トンで、16% 増になってますと。これから年末にかけて12月が金の生産時期でございますので、その手前で金を11月頃に輸入して、中国の実需が増える時期に入ってます。消費者的な金の売り上げは1月2月に大きくなるですね。旧正月前後に、金の保証金の需要が出ます。その手前に、メーカーさんが作りますということですね。ということで、ボラティリティが高まって、いわゆる中国の金価格がプレミアムになったと。ディスカウントだったのが 7.5 ドルのプレミアムと非常に、まあ、高くなっていると。まあ、当然、運賃がかかりますから、ロンドンの価格に上海まで持ってくる費用が上乗せされますから、まあ、正常だと言われます。言えます。インドの金につきましては8月は良かったですね。ただ9月から10月にかけてこの金を買うには良くない時期というそういったお祭りがあるわけですね。
ヒンズー教の祭りなんで、ヒンズー教徒はこの時期は金は買わない時期でございます。その手前では金は8月9月に売れております。ということで、プレミアムになってますということですね。政府預金はインド、ウズベキスタン、カザフスタン、トルコが買いまして、若干で 28.4 トンですが、それほど多くはないですが、まあ安い時の金を買っているという話でございます。金の ETF は、マイナス 15.2 トンでございまして、北米と欧州が売ったということですね。東南アジア、アジアが買ったということで、それトータル的には 15.2 トンのマイナスということになっています。あまり金の ETF は他に、株価の方が良かったんでしょう。そちらの方に資金は向かって、金には向かってません。というのが9月の状況でございました。まあ、金は当分、ベタベタとしていくんじゃないでしょうか。あまり上昇の気配はないかもしれませんが、もう最後の話で、ワールドゴールドカウンシルに対する質問が出てきまして、スタグフレーションに、まあ、インフレであまり、景気は良くないという状況をスタグフレーションと言いますけれども、こういった状況ではどうなりますか、金の価格はどうなりますかという質問がありまして、それに対して、これまでの実績では、下のチャート3っていうところにありますが、金色のところは真ん中の3つ目のところにスタグフレーションの時に金だけが上がって株価は下がって投資家債のリターンも下が、債券も下がって米国債も下がったということでございまして、金の一人勝ちになってますというのが過去の実績でございます。何年かの統計上の実績はスタグフレーションの時は金価格が上がるということになっております。実質金利が予定より早く高まったときは金はやっぱり下がりますと、金利が上がると金価格は下がりますと。ただしこれまでの実績としまして、金利が大きく 2.5% 以上上昇するときに、金の価格は下がると言えるんで、それ以下の上昇、0から2.5 ぐらいの細かい上昇は、金利が上がったからといってすぐに金価格が下がるというほどのインパクトはなかったというのが過去の実績だということがこの下のように書いてあります。ということで、金利が大きく上がらない限りは 5% ぐらいに上がりますと金価格は下がります。 2.7% ぐらいですとそれほど下がってはいません。金価格はむしろ上がっておりますということですね。最後に金の株価の調整ですね。株価の下落部分、局面があったら金は当然のことながら、待ってましたとばかりに金価格は上がります。ただし暴落の時ですね、株価がちょろちょろと下がった程度は金は関係ないでございます。ただしもうなんていうか、予期せぬ株価の急落があった時は、何回も、例えば LTCM というファンドが潰れた時とか、 9.11 と突然飛行機が飛び込んできた時とか、そういった突然の出来事に対して株価が急落した場合は金価格が急騰します。逆相関しております。これは株から逃げた資金が金にとりあえず向かったってことですね。他に債券とか貯蓄も危ないって話だということで、金に向かう可能性が大きいということですね。ですから、まさかの時は金でございます。これがシステミックリスクが起きた時、ブラックマンデーの時、ここが金、それほど上がってませんが、VX 恐怖指数、米国債、国債の方が少し金よりも大きく上がってた。LTCM 倒産は金は前、すいません、上がってませんね。ドットコムバブルの時は株と一緒に下がってますね。紫色は株価でございます。9.11 は金は上がってます。VX 指数とともに株価上がって、債券は全然横ばいですね。2002年の不況期も金が上がって株価が下がってます。世界金融、2007年の金融危機の時は、
株価が暴落して金が上がっています。大きく上がっています。この時に過去最高の1923ドルですかね。その値段をつけました。それから債務危機の1回目は、ギリシャの危機なんかが先にあって、その後、アイルランドからイタリアとかに移って、それからギリシャとかマルタとか、その辺に、スペインもありましたね。その辺の債務が、いわゆる不動産バブルの崩壊によって、不動産企業に対する融資が焦げついて、銀行は負債が多くなって、銀行は倒産の危機で合併ですね。日本と一緒。第一勧銀とか東海銀行が合併したというようなことで整理再建されますと、そういった危機の第2波の時に、最後はギリシャの債券、国債ですね。ギリシャ国債がデフォルトになるかもしれないと。国債はこれまで神話としてデフォルトにはならないと思われたんですけど、ギリシャが例外でデフォルトになりそうだったということですね。ということで、債務危機では金価格が上がっております。最近は18年に急落した時も上がってまして、20年は金は、こんなぐらいですけど、過去最高値にはなってますね。はい。これは最近直近の半年、9月まで9ヶ月間に上がったものは、石油がここで商品が他に上がってます。あとで説明します。石炭とかですね。天然ガスとかですね。非鉄金属も若干上がってますかね。レイトが次で、米国株価も上がってますね。貿易が受益した為替もドルが上がってます。ということでございます。金は全然下がって、10% 近く下がってます。ということでございます。これは次ならちょっと、あまりいい言葉じゃないかもしれませんが、恒大集団、エバーグランデっていう会社。これは全部、ガラ空きのマンションですが、2000万弱、1000万、800万ぐらいだそうです。それを農家、ここ農地だったんですね。農地だったところに突然このマンション群が現れまして、公園が整備されて、あるいはここには、隣に、ディズニーランド並みの大きなテーマパークも建設の途中で止まってます。といったことで、こういったものを買った人は完成されなくて、借金だけが残ってると。先払いになってまして、当然、普通は日本だと完成してそれを見てから、途中で買う人も多いんでしょうね。買うこともあるんでしょうね。建設の、なんていうか、建設が始まってない前から買う人もありますので、当たり前かもしれませんが、いずれにしても建設が途中でストップするってことはとても考えられなかったんですが、恒大グループってのはこれまで何度も経営の危機が見舞われまして、ついに狼少年じゃないですけれども、実際に、いよいよカウントダウンでございます。もうすぐ潰れます。ということで中国280都市で1300ものプロジェクトを手掛けて、そのうち相当の数が未完成でございます。もうここは、作りますとマンションを争って買ったらしいんですね。土地の神話が日本もありましたね。土地ってのは絶対量が少ないんで、増やせませんので、特に香港なんかそうなんですけども、絶対にいいところはもうないわけですね。ですから、そういったところの土地の価格は値下がりしないという神話はございます。私もそれで結構高いものを買ってしまって、結局安く売らざるを得なかった大きく損したことがございます。私の経験でございますが、土地の神話は嘘だったということがあります。ということで、中国でもこれまで神話がありまして、不動産価格ってのは下がらないと。それから不動産ってのは絶対に政府が助けてくれると。何かがあっても政府が必ず、こうした未完成のところもいずれは建ててくれると。今でもそう思ってると思いますけどね。
ですから政府はこれからどうするかってことを大変な問題を抱えるわけですね。これ個人の企業の問題ですと言って放っとくわけにはいかないですね。ということで約33兆円ですか。という、負債を抱えておりまして、まあ、この企業はここに書いてある不動産以外にミネラルウォーターの会社とか、関東のプロサッカーチームとか、電気自動車の企業を買収して傘下に収めております。これらは全部赤字でございます。JP モルガンのアナリストは、妨害債務があると。33兆円どころじゃないですよと。これまでもこの会社は、何回もですね、妨害で、不良債権を隠してますね。そういった実績がございます。そして、自社株買いをしてまして、株価が下がらないようにずっと上げ続けてきたわけですね。ですから、金が借りれる間は、もう、大丈夫なような見せかけを作ることができたわけですね。そういった延命を自分でやっていた。中国政府は薄々気づいていたんですが、いよいよもってこれはダメだということで、去年の9月にですね、中国政府が借り入れができない、新規借り入れができないようにしたんですね。不動産企業が不動産の借り入れを今までは自転車操業で、まずは家を建てるよと宣伝をして、そこでお金を人々に買わせまして、それをまあある程度作って、それに資金を出したんですけど、結果的にはそれを食べちゃって、完成できなくて、借金に次ぐ借金をまた重ねてたわけですが、それを地方政府が後押しをしてまして、地方政府は、ここの恒大実業の恒大グループの、なんていうかな、一蓮托生の、地位にありまして、土地っていうのは中国にとっては国有財産ですが、借地権という99年の借地権を売買するわけですね。それは無尽蔵っていうか土地の限りがあり、土地をのままでは誰も使用財産はなかったわけですから、地方政府がいくらでも好きなだけ売れたわけですね。そういったことによって地方財政を大きく見せかけてたわけですね。しかしそれは1年だけならいいんですけど、数十年にわたってずっと大きく見せかけてきたんで、それはここに来てやめたっていうわけにいかないわけですね。もう使途が決まっちゃってますからという地方の財政的な問題もこの問題は抱えております。まあ、中央政府にとってもそこまで抱えなくちゃいけないので、大変な問題であるのは十分分かっていると思います。それから仮にもうデフォルトに近いんですけれども、10月4日、その前に9月29日、23日が最初ですね。ここに書いてないですけど、9月23日に8350万ドル分、約100億円ぐらいですかね。9月29日に5,750億円ぐらいが返済できずに猶予期間に入ってまして、まあ、10月の末にはこれができなければデフォルトになります。で、その次に10月4日に、子会社のドル建て債務が、これは金額は小さいんですけれども、2億6000万ドルです。大きいです。こっちの方が大きいですね。290億円の社債の償還ができなかった。これは即デフォルトなんですね。つまりこの子会社は即デフォルトになる。30日間の猶予期間はありませんので。ですからこれがもう恒大集団がデフォルトになってもおかしくないという今日時点ですね。10月11日時点でもうデフォルトになってもおかしくないという状況に来ております。33兆3000億プラス母外資産、母外負債ですね、を、隠し持ってる、隠し大きな負債を、どこまで行くんですかね、誰が払うんですかね、これは。中国政府はどうするかってものは見ものなんですね。まあ、先ほど申し上げましたように、中国の人々は
と自信を持ってまして、まあ、中国政府は何らかの方をしてくれると思ってましたんで、恒大実業は潰れないだろうと思って、まあ、騙されたわけですね。アメリカの機関投資家もたくさん騙されてますから、まあ、なかなか表面面だけを見ただけでは分からなかったものでございます。評価の問題ですからね。そして現在いろんな問題が出てまして、土地の下落ってのもございまして、もう買った1800万の、マンション価格は元には戻らないでしょう。仮に作られて済んだとしても500万とか600万の価値に下がっちゃうでしょう。まあ当然そのぐらいの価値しかないんですよね。そんなにまあ需要がたくさんあれば、まあ、あるかもしれませんが、たくさんできてますから、需要と供給の関係で不動産価格は現在下がりつつあります。まあ中国の外貨準備高にとってみれば、この債務だけでは全部中国政府が全部払っちゃうと、国費から払っちゃうってことは可能です。金はあります。しかし他にもたくさん不動産企業が控えてるってことなんですね。恒大集団ってのはその第1号なんですが、もう郵送中国公庫ですかね、サナクチャイナホールディングスっていうのもすでにもう危なくなってまして、こういった大きな負債を抱える不動産企業が続々と出てまして、不動産バブル、まあ価格が下落してくれば不動産バブルになります。不動産バブルになると一般の持ってた人たちも売るに売れなくなります。すでにもう住んでる人たちもそれを買い替えて、もっと高いものに買おう、買い替えようという動きはもうできなくなります。すべて、買った値段が最高値になっちゃいますから。ということでそれは何年も続くでしょう。したがいまして中国の不動産事業ってのは非常にこれから先行き、何年間は沈んじゃうと思われます。ところがこの不動産は中国政府、中国の、最も大きな産業なんですよね。ですからそれがこんな風になっちゃいますと、そこに次に控えるものが半導体とかそういったものはまだまだ小さいんでですね、不動産事業ほどでは大きくないんで、さあどうしたものかってことが大変な問題でございます。それを今月中ぐらいに決めないといけないという習近平さんの頭の痛い状況が現在起きてるわけです。そして、まあ、今月末に何らかの可能性があるわけですが、そういったことが起きると金価格は短期的に上昇する可能性はあります。まあ反動で上がるかもしれませんね。世界の株価は下がるでしょう。といったことで、まあ今のうちに株なんかも逃げといた方が私はいいんじゃないかと。これはとても大きな問題です。9.1 じゃなくて、7月、要するに、アメリカのブラザース、リーマンブラザースの倒産と同じぐらいの問題です。あの時は2つのファニーメイとフレディマックっていう2つの住宅金融公庫が潰れました。この倒産劇と同じぐらいの規模の倒産劇ですから、これに対するなかなかな波及は大きいものと思われます。まあ、私の勝手な考えですが、どこかの国営企業に引き取らせるっていうのは、まあ、考えられる手段だと思います。国営企業は全部引き受けて、それの資金は当然国家が貸し、国家ないしはそれの意を受けた銀行が貸し付けると。しかしその損失は、銀行の損失は返ってくる見込みはほぼないですね。高い、もので、作らなくちゃいけませんから、お金もらっちゃってますから、ですからその分作るとそれなりの費用がかかりますと、まあそこまで全部もうすでに土地の代金も入ってますから、まあなかなか安くすることはなかなかできないでしょう。ってことは全額損失になります。
それを承知で国有企業が引き取って、その企業がずっと返済の目当てのない借り入れをずっと続けると。これに対してはもうしょうがない。政府あるいは銀行は貸し続けるという話になるでしょう。延命措置ですね。まあ銀行は再編される可能性がございます。最後の項目は私の勝手な推測でございます。勝手な話でございますが、もともと習近平さんに対する私の勝手な偏見でございますが、習近平さんってのは元の鄧小平さんに比べまして、あるいはその2代続きまして、江沢民と胡錦涛ってのがありましたけれども、江沢民、胡錦涛は財を成した人たちですね。江沢民は一説によりますと、これもまあネット上の話で、本当かどうか、名前つばかもしれませんが、言われてる話としましては、天津の石油閥で原油が入ってくるごとに、あるいは原油を生産するごとに、江沢民の財布にチャリンチャリンと入って2兆円を超える資産をすでに持っていると。一方、胡錦涛は、政権にいた間に、テンセントっていう会社を作ってまして、テンセントっていうのはゲーム機ですね。この間まで非常に流々とした会社でしたから、これは胡錦涛に対する、習近平の、権力闘争によってですね、学校で、これを使っちゃダメと、あるいはその、学習塾みたいなソフトがありますが、それを禁止するという法律を作りまして、最近ですけれども。そういったことで締め付けを行って、テンセントの株価は暴落しました。要するに、習近平っていうのは非常に周りが敵に囲まれてまして、味方が少ないので、孤軍奮闘しているパターンですね。ですから、何とはして政権を維持する、権力を維持する、自分が殺されないようにする、ことに対して全ての判断が集中しているわけです。と、私は個人的な見解です。ですから、すべての判断を、大衆の迎合を受けするものはやってますが、それ以外につきましては、相手のライバルがやってるものは潰すと。ということで、二酸化炭素の排出量制限も、対江沢民ですね、原油の、なくそうと。自動車を電気自動車にしようと。これはガソリンをなくそうと。江沢民を潰す政策なんですよね。ですから、そういうだけじゃない、もちろん、世界の二酸化炭素排出量、あるいは北京の真っ黒な煙煙が空中を漂うようなことは良くないと、正確に考えたかもしれませんが、それも合わせて、権力闘争が判断の基準の一つになっていると、全部じゃないかもしれません。それが良かったことは、新型コロナですね。新型コロナの時は、いち早く、都市を封鎖しまして、ああいうことは軍隊を持って、強権を発動して、都市封鎖、ロックダウンを行ったってことは、なかなか簡単には一般の、共産主義以外では、一党独裁政治以外ではできないことです。これは良かった。非常にさすがに独裁政治っていうのはこういう時には威力があるなと私は思いました。しかし、最近の、さっき後で申し上げた石炭の問題とかですね、こういったことに対しては、いわゆる対江沢民政策につきましては、他の、それによって起きる、次の、なんていうか、それによって起きる問題がどんどん散出してますということはございます。そしてこういうことがいろいろも起きてきますと、現在は中国中が停電になってます。現時点でですね。停電になって、鉄鋼業とか大きな企業は、工場は生産が停止してまして、あらゆるところで電気が来ない事態が起こっております。これは石炭火力に頼った話でございます。そういったことが
起きてまして、この不動産バブルの崩壊、恒大実業の問題も大きな、なんていうか余韻を持って余波がシャワシャワシャワって流れていくわけですよね。こういったことに対して、反対派、反体制派、反習近平派は拍手喝采して喜ぶことでしょう。なんとかして習近平さんは次回の5か年計画で自分を、もう一期余分に、主席の座を継ごうという、改正をしようとしておりますが、さてうまくいきますかどうか。ちょっと習近平に汚点が2つほどできましたよというのは現在の状況でございます。これはあくまで私の個人的見解で余談でございます。以上で今日はプラチナについていろいろ見たんですけれども、どうもあんまり面白い、自動車の生産台数は減ってる。これは間違いなく全世界的に減ってまして、半導体の前には新型コロナで、いわゆる半導体メーカー、東南アジアの半導体メーカーが、自動車生産よりも家電生産を優先したということがございまして、自動車生産用の半導体が作られなかったということがございまして、これはいずれ作られるであろうことですが、いずれにしても今年と来年の自動車生産は減産されることが確定しております。これは当然、プラチナの需要に悪い影響をもたらしますから、あんまりいい話がないんですよね。ということで、プラチナ価格は比較的低迷するじゃないかなと私は思っておりまして、今回は特に新しい話もありませんでしたので、割愛しました。引き続き原油のお話を申し上げます。ご清聴どうもありがとうございました。